心変わりするのかわからないのが恋愛。風呂入って寝る。水浸しの部屋を掃除したり、コインランドリーで洗濯しまくったり、夜までバイトだもんね。言っておくけど、和樹くんは今全く恋愛に興味ないんだって。人生ミスしてやんな。残念でした。ブエーブエーブエー。ロマンティックキラリンで言う、まさにイージーモードです。イージーとか言ったらな。お前本当悪魔だ。大子は悪霊退散。悪魔でも悪霊でもなく魔法使いです。何？じっとしてて。髪にヘラクレスオオカブトついてる。ん？え？ヘラ？え？何？ギリシャ神話？イケメンに囲まれた乙女芸生活がリアルに？わかるって。へえ。ありがとう、サキちゃん。分かってて言ってるな。今はアンズ何のゲームしてるんだ。実はゲーム全部没収されてて。え、何があったんだ。それだ、こっちが聞きたい。今朝も朝練がないからってちょっと可愛い幼馴染とラブラブトークをしやがって。ラブ、アンズはただの幼馴染だから。それに、あ、それに、なんでもない。友達が望んでないこと私はできない。アンズかっこいい。アンズはちょっとじゃなくてすごく可愛いよ。なんて言えない。どうした、その面大切にしろ。男らしい状況再び。好きなやつって。いや、そうなんだろ。うっそ、俺そんな顔に出てる。もしかしてアンズにもバレてるのか。大丈夫じゃねえ、あいつ鈍感そうだし。ごめん。こいつね、計算してやりやがったな。待って、虫が、おはよう。ヤマンボ。もしアンズに何かあったら、俺。コンビニ寄ってから帰るわ。いいから。違う違う。